LGA1156 は、ランドグリッドアレイを採用した、インテル製、CPU ソケットで、LGA775 の後継にあたる規格の一つである。別名は、ソケット H。LGA1156 は、その名前の通り、1156本のランドを持つ、LGA パッケージである。ナヘイラムマイクロアーキテクチャとウェストミール、マイクロアーキテクチャに対応しており、 メインストリーム CPU 用となる。外観は LGA775 と比較した場合、切り欠き機の位置が異なり、ランドの数が381本増えている。LGA1156 以外の LGA115X 系との互換性はない。ただし、マウントホールの間隔を従前プラットフォームから継承したため、ほとんどのメーカーの LGA775 や、 LGA115X 適合を謳った CPU クーラーは互換性を持つ。CPU 側にメモリコントローラや PCI Express コントローラ等を内蔵しているため、これら CPU はノースブリッジを不要とした。CPU チップ内でのノースブリッジにあたる部分と CPU コアの通信には同時期に併用された LGA1366CPU と同様に、 インテルクイックパスインターコネクトで接続されている。CPU とチップセットの通信は従来のサウスブリッジとの通信に用いられたダイレクトメディアインターフェースで接続されている。このことからこれらチップセットは単体のサウスブリッジチップであり合い、オーコントローラーハブの後継製品であるとみなせる。ありがとうございます。